こんにちは、ヨウムさんですよ。霊夢さんです。マリサさんだぜ。あたいはチルノさんだよ。最後にサクヤさんです。今回は ME 倉庫は使えるようにしましょう。まずはクォーツファイバーを作りの、ME グラスケーブルを作りの、ME ドライブを作りました。これはパソコンのハードディスクの箱のようなものでして、ハードディスクの中にアイテムを保存する、という形になります。アイテムをデータ化して保存するのが、このモッドだからな。つまりハードディスクがあれば、アイテムが保存できるということです。ただし、ME ドライブはただの箱、ハードディスク本体を入れなければ意味がありません。ということでピュアケルタスクォーツを作りの、1KME ストレージコンポーネントを作りの、クォーツガラスを作りの、1KME ストレージセルを作りました。これがハードディスク本体ですね。3つほど作りました。これを ME ドライブに差し込むことで、ようやく ME 倉庫が使えるようになります。ってことで、アイテムを保存してみましょう。この感覚、いつもの場所に戻ってきたって感じですね。倉庫モッドを使うのが当たり前になってましたからね。まあ、今回はいつもと違って、保存できるアイテムの容量が少ないので、ロジパイプを使った倉庫も併用していく形になると思います。自動クラフトも、ロジパイプの方が使いやすいですからね。では引き続きクエストを進めます。ME パターンターミナルを作りました。自動クラフトを扱うために必要なものです。ついさっき、自動クラフトはロジパイプが便利と言ったばかりだが、ME 倉庫の自動クラフトは、どんな感じでやっていくんだ？結構手間ですよ。まずですね、このパターンターミナルで、クラフトレシピを登録します。ちょうど報酬でもらった、パターンターミナルにレシピを保存します。これはいつも使っている、リファインドストレージと同じですね。JEI との連携機能を使って、レシピを登録しましょう。あれ、登録できない。連携機能がないとか？そういえば思い出した、3年以上前、1.7 のマイクラをやってた時代に、JEI と連携できないから、それができるようなアドオンをわざわざ導入して使ってたんだった。JEI と連携できるロジパイプに、これは軍配が上がりますね。まあとりあえずデモンストレーションとして、手動でレシピを設定しましょう。作業台のレシピを保存します。矢印ボタンを押すと、パターンにレシピが保存されます。次に、ME インターフェースを作りました。これは、倉庫の内外でアイテムをやり取りできる装置でして、例えば輸送パイプをつなげば、アイテムを倉庫の中に搬入できたりとか、逆に特定のアイテムを、倉庫から搬出したりできます。例えば倉庫からかまどに砂を搬出して、ガラスを搬入するだとか、いろんな自動化に使えるかなと思います。で、そして、インターフェースには先ほど登録した、クラフトパターンをセットすることもできまして、おっとその話をする前に、もう一つ装置を作る必要があるんだった。なかなか手間だな。クラフティングユニットを作りの、1K クラフティングストレージを作りました。これを報酬でもらったプロセッシングユニットと一緒に設置します。一緒に設置したら、見た目が変わったな。なんか怒ってるみたい。おこだよ。って言ってそうだね。これが、自動クラフトを担うコンピューターでして、これがないと、自動クラフトはやってくれません。プロセッシングユニットは、クラフトの速度が上がるんだったかな？ほんでもう一つ、モルキュラーアセンブラーも必要です。これを、ME インターフェースのお隣に設置します。あとはインターフェースにクラフトパターンを入れて、これでようやく自動クラフトの準備が完了です。やっとですね。倉庫の中身を確認すると、このように、個数表示ではなく、クラフト、と書かれているものがあります。ちなみに今は、作業台の英語名を勘違いして、検索かけても出てこないやん、と焦っているところです。ワークベンチじゃなくて、クラフティングテーブルな。で、クラフトと書かれたアイテムは、自動クラフトで要求できるアイテムでして、作りたい個数を指定してスタートすれば、自動で作ってくれます。ほい、作業台が6個できましたね。さっき設置した 1K クラフティング CPU では、あまり複雑な自動クラフトはできません。その場合は、上位の CPU を設置する必要があります。パソコンのスペックを上げないとだね。新しいパソコンが欲しくなってきた。まだ買って1年半しか経ってないし、まあまあなハイスペックだからもったいないだろ。今のままでは ME 倉庫は性能に問題ありなので、ロジパイプと併用するというのはお話ししたと思いますが、ロジパイプと ME 倉庫を連携させていこうと思います。その方がより便利になりますからね。まずはインターフェースをピストンにしとクラフトして、ME ストレージバスを作りました。これがなければ ME 倉庫は、ハードディスクの中に保存したアイテムしか扱えませんが、これを使うと外部のチェストなどに保管したアイテムも、取り扱えるようになります。で、これを、ドロワーコントローラーに貼り付けます。ドロワーコントローラーは、接続したすべてのドロワーを一括で管理できるものですね。これにストレージバスを貼り付けると、なんと、
接続したドロワーすべての中身を ME 倉庫でも扱えるようになるのです。ダイヤや金インゴットなどはすべてハードディスクには保存していないアイテムです。でもこうやって倉庫の中身として認識されていますし、ここから取り出したりクラフトの材料に使うことができるんです。なるほど、これを使えばハードディスクの容量を圧迫せずに済むのか。便利な機能よね、ほんと。そして今度は逆のお話、ハードディスクに保存したアイテムをロジパイプでも使えるようにします。インターフェースに供給パイプを接続します。これだけで ME 倉庫の中身もロジパイプで引き出せます。ロジパイプには自動クラフトで頑張ってもらわないといけないですから、こうやって ME 倉庫と連携できるのはありがたいですね。これでこの拠点もさらに便利になりましたな。それは倉庫の一部を ME 倉庫へ移動させようとしていた時のこと。撮影外なので自分の過去の動画を BGM に作用していた時のことだった。自分の動画を BGM にしてるのかよ。クレートを壊した瞬間、まるで爆発でもしたかのように拠点が炎上、そして自らに継続ダメージ。プレイ中の私はなすすべもなく死を受け入れるしかなかった。え、これどういうこと？継続ダメージは倉庫の中にウラニウムが入ってたので放射線ダメージです。炎上の理由はわかりません。炎でアイテムの一部が焼けちゃったかもしれないなぁ。重要なアイテムをロストしてなければいいのですが、と思ってた頃はまだ良かったのですが、ですが、なんかいろいろとバグってたのでリログしようと思いまして、サイドワールドに入ろうとしたら、入れなくなった。おいおいおい、それじゃあ続けられねえじゃねえか。まあ結果から言うとね、パソコン自体を再起動したらまた入れるようになったんだけどさ。自動バックアップもパート30よりずっと前の記録しか残ってなかったし、危うくシリーズ打ち切りでしたよ。倉庫をごっそり移動させるときは、注意せねばならんな。結局この炎上の原因って、何だったの？未だにわからんのですよ。知ってる方がおられましたら、コメントよろしくお願いします。これはコメント稼ぎとかじゃなくて、マジで知りたいんだぜ。最後に、ボイドはマイナーをグレードアップして、終わりにしましょう。白のガラスを作りの。白の板ガラスを作りの、ピンクスライムボールを使って、ホワイトレーザーレンズを作りの、ピンクはどこに行っちゃったんだ。レーザードリルを作りの、ボイドはマイナーコントローラー、ティアーさんを作りました。それに合わせて、ストラクチャーフレームもティアーさんにグレードアップ。そして組み立てたものがこちらになります。なんと鉱石の採掘速度は、1.6 秒に1個というペースになりました。となると、1分で40個近い鉱石を掘り出すってことか、やべえな。この辺りからインフレが激しくなってくるんですよね。といったところで、今回はここまででございます。今回も見てくれてありがとうね。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録やフォローしていってくださいね。高評価やいいねしてくれると、あたいは嬉しいよ。YouTube のサブチャンネルやニコニコ動画では、ボイスロイド実況なども投稿しているので、そちらも見ていってくださいね。それじゃ、また次回をお楽しみに。